せすけいやあ、せつなけいすけだよ。記憶少女 G エンド、次から行ってきまーす。さて、電源動かして、今度こそ上の階か下の階かは知らんけど、あ、下の階か脱出やけん、行かなあかんのか。お疲れ様です。今行けた、危な、向き見てなかった、危な、下向いとったらアウトだったな。よし、イエーイ。あ、電源入れるの忘れとんでないが、だから何してんの俺。お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様です。油断するなよ、油断せんよ。ただったわ、そうだった。よっしゃよっしゃ、今度こそもうエレベーターだけじゃ。エレベーター、どここれだ。オッケー、オッケー、エレベーターだけ。よし、ということじゃ。エレベーター以外の電源入れてしまったけん、俺は。あなた、お疲れ様です。よし、待て、どうした、あやむ。てかさっきこの辺におった赤がおらんかったけど、どういうこと、どうした。もしかしたらエレベーターの行き着く先の階にもこの階と同じく発光体たちがいるかもしれない。エレベーター前で待ち伏せされていたら危険だ。エレベーターには十分注意して乗った方がいいだろう。そうやな、どうする。クイックセーブがあった。そうじゃ、でも一旦乗ってみよかったら、これ大丈夫だ、ここは大、ああそうじゃ、絶対このまま一回で選びたいんやけど、選んだらあかんパターンだろ。まあ一回行ってみよう。はい、残念でした、お疲れ様です。まあなんとなく分かっとったな、これは。まあそんなわけだから2階だな。え、何、ちょっとオーラっぽいの見えますけど、え、なんなん今のなんなん、ノータッチでいい、今ノータッチ見なん、え、あいつ俺のことノータッチ見なん、え、いいん、なんかサイコブレイクであんなやつおったような気がするんだけど、怖いんじゃわだ、それがいきなりボーンで出てくるかもしれんけどな。あ、ロッカーの中見える、掃除用具や、いつも通りだった。ここおらんの、え、一人もおらんの、あの赤と青のおらんの、え、意外やな、おらんかいとかおるん、え、一体もらんで、え、安全区域ベイベー、安全区域会議管理室やって、え、何だったんですか、何だったんや、何だったんや。あ、え、え、ちょっと待って、え、え、これ3階で、え、お前何食わぬ顔にアドバイスしようとするな、お前。どこでもドアだったんか、てか嘘だろ、トイレ入ったらあんな感じになりますか、何ですかドラえもん、そんなことしなくてもいいよ、あっ危ない、お疲れ様です、行かせてもらいます、よっしゃ、お願いします。はあ、マジでか、あんなことあるか、あ、さっきのオーラの人おらんかった、よっしゃ、じゃあトイレ入ったらあかんで、なんでどういう原理であんなことなったかわからんけど、ボーンって音鳴ったんはそういうことだったんか、開かない、ここは、あ、さっきの鍵のところか、
あ、何でしょう。まあ、敵おらんのやけど、もうライトつけっぱなしでもいけるんか。たまに Z とライト消すシフトキーがちょっとこっちになるけど。何がしたいんだい、ここの住民は何がしたいんだい。ちょっとさ、今すぐアピールとかやめてくんない。怖いんです、ガチで怖いんです、やばいね。この前あのライヤーのお正月企画でさ、あの瞳っていうフリーゲームやったんですよ。あれの数百倍怖いんですけど。なんて言ったら狙われてますから、追いかけられてますから、そりゃ怖さを引き立てさせられるっていうか。そうですよ、もうライヤーのお正月企画でもうジ・エンドやればいいじゃないですか。単発で終わらんけど、単発で終わらんけどね、やればいいじゃないですか。単発で終わらんけど、もうジ・エンドのこのショーだけでやればいいじゃないですか。そうした方が怖いよ、本当に。あかん、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 逮捕とかそんなんで、ね、あかん警察じゃないんだから。ね、じゃあどこだっけ、どっかあったかな。見た、ここは見た。トイレ入ったらボーンになるんだろ。なんかあったかな。ほーん、なんもないし。あー怖ただただ怖いわ。今日眠れるかな。いや、さすがにそれはない、問題ないけどさ。あー、お、結核者増中せが、文字抜けてるやん。結核の患者が増加中的な感じなんやな。咳が止まらない症状を持っている方は今すぐお医者様に見てもらいましょうみたいな感じが。で、名前もあるんじゃ。法人、まあオイラさんの名前な。なんだろう、なんかある、見落とした。事件の匂いですね。なんか事件の匂いですね。足跡なかったでしょ。事件の匂いがプンプンしますけどね。探偵じゃないとね、言わせてもらうと事件の匂いですね。もう怖いです。あ、まさかもうこの回の手に入るもんなし、ないパターン。他の回一回でも一回おるで、待ち伏せされとるで。どうするんそのあたり。まあ、見当はついとるっちゃついとるけど、とりあえず3階戻るしかない。このまま1階戻っても一応やってみよう。一応な、いや、もしかしたらおらんかもしれん。もうさ、お疲れ様です、帰ったかもしれんけんな。いけるかもしれんけどな。はい、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。お疲れ様でした。お疲れ様でした。してなかった。深夜に勤務とか正直使えんのかな。残業手当とかもらっとけん別にいいんかな。そう思っとう人たち後ろまたやん。定期的に現れるお前はなんなん。よし、見当はついとる。今の問題を解決する見当はついとる。こいつだ。各電源に触れる。エレベーターに電源オフしたんは、まあみんな分かった通り。ただよ、ただこれ他のやついじってどうにかする的なやつがあるんだろうね。3階廊下やオンにしたら多分ガーンっていきなり入ってこられるんじゃないかなって。てか出ていったらもう終わりな気がするけど、もうこれオンしたらダメね。2階オンしたら2回行けんようにやるだけか。え、どうすればいいんだこれ。監視室ってどこやったっけな。
え、監視室ってどこだったっけ、本当に。監視室って行ったことあった？鍵持っとる？え、監視室ってどこ？え、どうする？やば。どうしようかな。1階の廊下、2階の廊下。いや、1階の廊下と2階の廊下どっちオンしたって、もう、バンバン暴れ回れるだけやもん。そうよな。そう考えたら監視室のところオンしようか。監視室ってどこなん、本当に。そもそもここ何室？ 電源室か。そうやな。あった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 
影かかってますやん。まだ影かかってますやん。そうか、さっきのロッカーのところに鍵があって、これの監視室の鍵があってのパターンかな。そうじゃないかなって思ってるけど、ここをオンしたって何もないわ。オフにしとこう。度数度どうなる？え？3階廊下はダメや、さすがに。1階廊下にオンしたら1階行けるパターンとか、そんなことあるんかな。え？ 2 階廊下にあったら 100% 下げるだろ。一応やってみるよ。 100% 下げるところ見てみるか。 100% 下げるとはもう分かってる言いながら。お疲れ様です。赤いやつは？あ、上か。よし、一応ですよ、一応やるだけですよ。ダメなことが分かってる。多分ヒャッハーで入ってこられる。てか出ていった瞬間バーンでやられる。あ、そもそも2階の廊下って、あ、そうじゃそうじゃ、確かにあいつらおらんはずやけん、よう考えたら電源つけても問題ないやって思ったけどさ、よう考えたら電源明かりついてない。え、何かある。どうした？この階、そこら中に物が散乱しているから、もしかしたらこの階は使っていなかったのかも。ああ、だから思い入れがなかったけん、ここには集まらんかった的な感じか。何なんだろう。じゃあ、電源オン、オフ関係ないん？え？何か変わった的な感じはないよな。え、なんだなんだ？なんだべ？何が言いたいんだべ、はあ、何それ、何ですかそれは。教えてちょんまげ。手の浮きがないような気がします。鍵でやってみるか一回。いや待てよ、そもそもや、なんで俺、なんで一回ってさ、あの出た習慣捕まるのこれ。あ、おるけんか。いや、張られとうけんじゃ。そうよな、この見張りをどっか持っていく方法とか言うんでさ、まさかと思うけどさ、一回電源つけたらさ、みんな100かわしてさ、どいてくれるとかそういう話なん？やってみようかな。まあ、ものは試しにっていう話ですな。2階廊下、オフにしとくか。で、こっちオンにして、これで行ってみるか。ものは試しにっていう言葉をね、頑張ってみましょう。お疲れ様です。よし、お疲れ様です。別のやつにやられたやん、見張りとは別のやつにやられたやん。もう
状況悪化してる。どうすればいいこれ。え、わからないね。というわけで、まあ今回のはこの辺で終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。仕上げ。やっと学校終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、さつまけつかの動画を見よう。さつまけつかの動画は親子とクリックしてる赤